Thank you.
と小梅さんがさっき、ツイートをしたので、そちらの方をリツイートしていただきたいと思います。虫眼鏡マークで、ひらがな3つで小梅って検索したら出てくるので、全員、リツイートよろしくお願いします。向こう岸の方、いっぱい写真撮ってタイムラインを潤してください。小梅とか道頓堀とか書いてほしい。できれば橋の向こう側じゃない人もこんばんは、小梅です。ぜひね、タイムラインで小梅よかったよっていうステマを皆書いてください。後ろ側の人もこんばんは、小梅です。ご飯食べてる人、あ、もう窓閉められてる、まあいっか。というわけで、あ、どうも初めまして。橋の向こう側の人もこんばんは、小梅です。なんか選挙活動してるみたい。よろしく、あ、どうもどうも、よろしくお願いします。はい、小梅です、覚えてね。はい、ということでですね、次が最後の曲になります。